ちくしょう、割れねえ。ほら、もう一度だ。わかってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ、これ。まあ、俺もやる気が出てきたというか。とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くぅ、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ、こっちに歩いてったのに。パーパーってばどこ行ったんだろう。なんだ。あのさ、もしよかったら、その修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この木ノ葉丸先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ。せっかく戻ってきてるんだもんね。ついてこい。うん。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。攻撃は組み立てが重要だ。近接攻撃だけに頼らず、飛び道具での牽制も忘れるな。雨の手力、こっちだ。今ね、遅い。今ね、邪魔。
敵はそこを狙ってくる。はい、遅い。こっちだ。今ね。ここだ。チャクラの有無が勝負を決する。無駄に使えば勝利は遠のく。そこか。示さなきゃ私の本気を。カタン豪華級の術なら勝負あり。こんなところね。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよパパ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう。もはやこの大地に用はない。錦式は行くぞ。狙いはかぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの英徳難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー、なんてやつだ。この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。
驚かせてやる。弟子入り。